早速ですが、今回は、米軍爆撃機B1 が、ついに、スクランブルを詳しく見ていきますね。中路爆撃機は、一昔前の機体、ほんと古いですよね。プーチンはやはり、病気なのかな？2022年1月現在、年初よりミサイル発射を繰り返す、北朝鮮や軍事力の増強を続ける、中国軍への対抗策として、日本も、長距離の対地攻撃能力を持つべきだとする、いわゆる、敵基地攻撃能力保有の是非について、議論が噴出している。それは、太平洋戦争後の日本において、専守防衛を旨とする自衛隊の理念に、長距離の対地攻撃能力を備える兵器を配備することは、これすなわち攻撃的兵器に該当するとして、これまでは、議論することすらも封じられてきた分野でもある。北朝鮮のミサイルが、これまで、日本が、その迎撃を想定してきた、山なりの放物線を描いた弾基地点の把握が容易なものから、その軌道を複雑化した形式のものが登場している事実が、これに与えた影響は、大きいと思われる。しかし、北朝鮮のミサイルも、陸上の固定された場所からのみから、放たれるのではなく、発射機を移動機式とし、発射場所の特定を防ぐ方式を採用していることを鑑みれば、現実には、それを先んじて攻撃することは、甚だ困難だ。そのため、個人的にはたとえ、日本が、長距離の対地攻撃能力を持つ兵器を保有したとしても、それは、敵のミサイルを直接破壊する用途ではなく、攻撃された場合には、反撃が可能だと示すものとなり、その意味での抑止力にしかなり得ないと思える。現状の日本が持つ撃ミサイルで防衛ができる範囲は、従来の大陸間弾道弾のような、単純な軌道の兵器に対してしか有効ではなく、今後続々と実戦配備されるであろう、極超音速兵器が相手となれば、ますます、その傾向の加速は避けられそうもない。その意味では、相手の放つミサイルそのものを着弾する前に迎撃しようというミサイル防衛は、兵器システムとしての有効性を喪失してしまう可能性が非常に大きく、抜本的な戦術、戦略の見直しが迫られそうだ。そうした状況下にあって、日本の自衛隊は、これまで、専守防衛を掲げるゆえに、攻撃的兵器とされる3つの分野、大陸間弾道弾、攻撃型の航空母艦、そして、戦略爆撃機の保有は行わないという、独自の定義づけを、憲法との絡みで化してきた。これらのうちで、戦後長らくの時間が経過したとはいえ、大陸間弾道弾については、現在でも除外して考えられているが、航空母艦については、攻撃型との前提条件があることから、これには抵触しないとして出雲、片護衛艦の改修が進められている。また、戦略爆撃機についても、日本が、当該の機体そのものを保有することは実施されていないが、世界的な兵器、航空機の潮流からは、もっぱら、大型の戦闘機に、長距離の対地攻撃兵装を施すことで、戦闘迫爆撃機としての能力付与も進んでいる。日本も、ライセンス生産をしてきた F-15J イーグルなどは、その対象となり得る機体であり、既存のそれらや F-2 戦闘機に、そうした兵装を運用可能とすることで、かつては、戦略爆撃機に限定されてきた、能力の一部を肩代わりさせることも不可能とは言えない。こうした日本が、自らに課した言い訳任せのある状態とは異なり、周辺の仮想敵国である、ロシアや中国、そして同盟国である、アメリカなどの軍事大国は、更新の速度こそ鈍化は、しているものの、未だ、戦略爆撃機の配備を継続している。アメリカで最も旧式の戦略爆撃機といえば、1955年から、
収益を開始しているビーゴニ・ストラトフォートレスが代表格だが、ベトナム戦争、湾岸戦争、イラク戦争等でも実戦投入され、当初想定の核兵器ではなく、通常爆弾やミサイルの搭載へと切り替えている。ビーゴニ・ストラトフォートレスは、航続距離が長大で、多数の兵装の搭載容量を誇るため、アメリカ軍が制空権を確保した空域においては、非常に有効な火力の投射が可能な機体として重宝され、2050年代までの運用継続が予定されている。アメリカ軍は、ビーゴニ・ストラトフォートレスに続いて、1970年代に B-1 ランサー爆撃機を配備したが、こちらも核兵器の運用を1980年代には廃して、通常兵器によるものとされており、総数で100機以上が製造されて、2000年代以後の中東での戦いにも投入された。昨年2021年9月には、この B-1 ランサー爆撃機は、45機のみが運用される体制へと、アメリカ空軍の中で再編成が行われており、以後は、現在開発中であるステルス機の B-21 レーダー爆撃機による代替が進められていく方向ではある。世界最大規模を誇るアメリカ空軍といえども、戦略爆撃機の運用機体数全体は、総じて縮小の方向に向かっている状態ではあるが、近年は北朝鮮や中国への牽制の意味合いから B-1 ランサー爆撃機が日本に姿を見せる頻度は少し増えているようだ。現在配備済みの最も新しいアメリカ空軍の戦略爆撃機は B-2 スピリットだが、こちらは1997年に実戦配備が開始された機体で、ステルス性能を向上させるため、水平、垂直尾翼の無以前翼機であり、世界一高額な軍用機としても知られている。B-2 スピリットは、当時の旧ソ連との冷戦時期の真っ只中である、1978年に開発が始められたこともあり、高度なステルス性能と、長大な航続距離によって、旧ソ連の支配空域に侵入、その核施設を無効化する。核兵器の運用を前提としていた。しかし、B-2 スピリットが開発され初飛行した1989年7月から2年後の1991年12月に旧ソ連は崩壊を迎え、第二次世界大戦後に長らく続いた冷戦が終結したことで、130機以上の生産が見込まれていた同機は、わずか21機の生産で調達が打ち切られた。この21機という製造機体数の少なさが結果としいて B-2 スピリットの調達単価の増大に拍車をかけ、高度なステルス性能の維持にかかるコストも膨大だったが、なんと1機あたり2000億円以上という途方もない金額となってしまった。しかし B-2 スピリットで培われた技術は、同じくノースロップ・グランマン社が現在開発中である B-21 レーダー爆撃機に、その特徴的な前、翼、構造やステルス性能などが引き継がれていることが伺え、その意味では、果たした役割は大きいだろう。B-21 レーダー爆撃機は、2020年代に実戦配備される方向で開発が進められているが、前述のように、B-1 ランサー爆撃旗や B-2 スピリット爆撃機の退役を受けて、100機以上が調達される見込みだと伝えられており、最終的な単価にも注目が集まっている。さて、こうしたアメリカ軍の戦略爆撃機の現状と比較すると、中国やロシアの同分野での主戦力は、前者が H-6 爆撃機、後者が TU-95 爆撃機等であり、いずれも1950年代から、1960年代に開発されたビーゴニ相当の旧式機であることは否めない。ロシアの U-95 爆撃機は、旧ソ連時代の1956年から実戦配備されており、
総生産数は500機以上と召されるが、ベースとされる TU-4 爆撃機は、アメリカが太平洋戦争時に日本の絨毯爆撃に用いた B-29 をほぼコピーして再現した機体である。第二次世界大戦においては、アメリカと共闘した旧ソ連は、B-29 の提供を希望するも受け入れられず、自国領に不時着した同機を回収し、独自にコピーして、TU-4 爆撃機を開発。以後の冷戦の勃発で、アメリカへの核攻撃のツールとした。これにより期せずして、アメリカは、自らが日本に行った爆撃と同様の攻撃を、旧ソ連の TU-4 爆撃機によって被る可能性が浮上。この攻撃を無効化しようと、アメリカ本土の防空網の本格的な整備に着手せざるを得なかった。また、中国軍が運用している H-6 爆撃機は、旧ソ連の TU-16 爆撃機をライセンス生産した機体であり、1969年から実戦配備されているが、未だ100機以上が近代化改修を施されて収益を続けており、B-5に同様に長期の運用が見込まれている。